千葉市販学校は、新生千葉大学学芸学部の前身の一つとなった、市販学校である。印馬会員協立学校千葉市販学校千葉、小学校級、千葉市販学校千葉県人城、市販学校千葉県市販学校千葉女子市販学校、千葉県女子市販学校千葉女子市販学校千葉市販、学校前身の千葉県市販学校から引き継いだ。 千葉市市場庁のコーチを廃止まで使用した。市場庁コーチは、後進の千葉大学学芸学部に引き継がれた。千葉大学学芸学部は1950年に、教育学部と分離学部とに分離、改組された。分離学部は、小中台に移転し、市場庁コーチは教育学部キャンパスとなった。1962年4月、教育学部は、千葉市弥生町に統合移転し、 現在に至っている。旧市場町高地には、現在は千葉県立中央図書館や千葉県文化会館が建てられている。旧富士見町高地記念碑。第二次大戦中、千葉県女子主犯学校は飛行機部品の作業場に使われ、女子生徒がそれに当たっていたが、1945年6月10日の朝に空爆により、校舎が焼けて、教員。 生徒10名が死亡し、1968年にその慰霊碑として建てられた前身の千葉県女子主犯学校から引き継いだ千葉市富士見町の高地を使用したが、同高地は1945年6月の空襲で壊滅し、四つ街道の旧陸軍野戦方兵学校後に移転した。同地には1946年4月に青市が移転してきたため、同居となった。 四街道高地は、後進の千葉大学学芸学部に引き継がれ、1950年、教育学部分校が置かれた。教育学部分校は1962年3月に廃止され、千葉市やよ町に統合移転した。旧富士見町高地には、千葉県女子師範学校慰霊費が、旧四街道高地には、旧陸軍野戦方兵学校記念費が残されている。 ABCDE ヨダビ教イニシエのアルバムより、明治中期の千葉町風景千葉今昔30号、P35 から50、1990年3月、百年史103ページによる、校科学府のページには、大正2年東京音楽学校に移植との記述も、千葉県女子師範学校後の七橋の文化財、漢方第4865号、昭和18年4月2日、 AB 漢方第五千六百六十四号昭和二十年十一月二十八日ありがとうございます。